コミュニティとは、ゲートを設け周囲を塀で囲むなどして、住民以外の敷地内への出入りを制限することで、通過交通の流入を防ぎ、防犯性を向上させた街づくりの手法。ゲートッドコミュニティという概念自体は目新しいものでは、なく、以前から、疎開や米軍ハウス等があり、再定義下に過ぎない。日本においては、ゲートッドタウンや、ゲートコミュニティとも表記される。 住宅地の周囲を高い塀で囲ってしまい、ゲートを設けて、出入りを制限しているのが、最大の特徴である。施設内に入るために、証明写真付きの居住者証明書によって、住人として登録されていなければならない。住人と同伴でなければならない。1980年頃に、欧米で登場した。現在では、約5万箇所あるとされる。治安の悪いブラジルでは、 ゲーテッドコミュニティが最も広く普及している。日本では2000年代初頭から大都市を中心に登場した大規模マンションでゲーテッドコミュニティの形を取るものもある。しかしながら地域が分断されるなどとして周辺住民が反対運動を起こすケースも見られる。なお、法律により行動を占有することが禁止されているため、 行動を含んだ形のゲーテッドコミュニティを作ることはできない。乗り越え阻止のためにスパイクが植えられた厳重な塀の例次のような利点が挙げられている。住民以外の出入りが制限されているため地域が分断される。そのため以下の問題点が危惧される。ベルポート、アシア日本には以下のようなものがある。日本では行動を封鎖できないため。 完全に閉ざしていない場所もある。警備会社と契約して見回り活動を依頼することは可能だが、独自に警察組織を設置することはできず、パトロールのルートから外れることもない。マンションが建つ敷地内への出入りをゲートで制限している例もある。歴史的には、明治時代から外国人居留地があり、第二次世界大戦後は占領軍居留地、現在も、 在日米軍基地や米軍ハウスが各地に存在する。また、神山国際村や高山国際村のように外国人だけの会員制避暑地も存在する。ありがとうございます。